炭素三線式の分電盤を、外資引きでね、ちょっと作ってみます。それで、給電をですね、例えば、ここですね、ここからこういうふうに、します、8回だとしますとね、まあ、設置側をですね、こういきます。それから、こっちもですね、こういきましょうかね、こうね、はい、こういきます、こういきます、しかもね、それから、非接地側をですね、まあ、これはこっちですね、それから、これはこっち側、ね、下側はこの赤い方へ、これ、ね、こういうふうにいきますね。それでですね、これはまあ、20アンペアですからね、一つがね、したがって、これは4つですから、4回あるですから、これ80アンペアですよね。それで、まあ、負荷率ですね。負荷率を 50% にします、これね。50% にすると、これがですね、40アンペアになりますね。そうすると、IV でもし、ノップでね、行くんやったら、これ IV やったら40ですから、26ですよね。26で前。ね、まあ、最後とか8回あるですか、本来はまあ、ここに、引っ込みブレーカーをこう、つけるわけですけどね。まあ、もし、まあ、ないとすればですね、これやったら26で外資引きでやらないか。まあ、ここ、修繕は細くてもいいですけどね。こういうことになります。さあ、ところがですね、電源をですね、ここへですね、真ん中へこうつなぐと、こうですね、こういうふうにつなぎますとですね、こちら側がこう2つですね、で、こうなりますね、はい、それからですね、これもこうですね、まあ、これこちらへこういきましょうかね、こうですね、はい、それから設置側ですね、設置側はこうなってこうです、こうですね。はい。で、これも、こういけばいいですね。こういけます。はい。そうしますとですね、ここで給電してますんでね、こっち側は何ぼかいたら、20アンペアがですね、2個ですね。これ40アンペアでしょ。ね。ほんで、これ、負荷率がですね、やっぱり同じくですね、50% としますと。これ20アンペアになりますね。となったらですね、こっち側はですね、IV のですね、20アンペアだったら16でいいわけですからね。こっちですね、端から給電すれば26で配線せないかもですね。ところが真ん中に入れるとですね、16で要は足りると。こういうことになるんですね。まあ、もっとも、ここの給電する線はですね、あれですね、40アンですから、IV で行けば、26でいいんですが、まあ、ケーブルなんかですとですね、これ40をレーナーで割ると大体60アンだから、8スケかな、ケーブルでしたね、給電するということ。まあ、そこに、ここにですね、ブレーカーつけてですね、まあ、30アンでですね、ぐっと押さえてしまうと。関西電力は別にあれですね、この引っ込みブレーカーに関係なしに電気代が決まるんですけど、他の電力会社さんはこの引っ込みブレーカーによって、契約電力が変わるみたいなんでね、ここ、まあ、3ジャンで抑えれば、これですね、ここの給電線は26でもいけますよね、はい、26のケーブルでもいけます。はい、今回はですね、こちら側ですね、こちら側の配線を実際にですね、やってみます。ノップでね、やってみます。はい、それでは、外資引きでですね、分電盤を作っています。まず、これが、引っ込みですね。これ、まあ、30アンとですね、見てください、30アンね。これが、200ボルト用ですね。これが、100ボルト用のブレーカー。いろいろ、ジョイントのですね、方法、
変えてやりますんで、まあブレーカーは一つずつということでしておきます。8回路ぐらいは作りますけどね。はい、それでは、やってみます。まあ、あの電動のね、ドライバーあるんですけど、まあ、昔を、はですね、まあ、こういうふうにやってたということで、ちょっと時間かかりますけど、このノップもね、実はインターネットでちょっと探してみたんですけどね、1個250円するんですね。随分、しますんでね、ちょっと借り物で借りてきました。これから電線は全部16でいきます。まあ、2ミリでも26でもいいんですけどね、読み替えていただいても結構ですけど、はい、まずですね、黒ですね、こういうふうに引き止めですんでね、回します。はい、で、これですね、ちょっと長い目ですね、どれぐらいありますかな、60センチぐらいありますね。ちょっと長めの方がいいと思います。はい、20センチぐらい出しましてね、で、下からこうね、こういきます。そうですね。はい、それで、まずですね、こうしっかり締め付けます。こうですね。で、5回ですね、5回巻きます。はい、それからですね、これを今度はこう、さらにここからですね、3回以上ぐらいね、ちょっとね、追い目ですな、5回、はい、で、ここですね、ねじましてですね、はい、それから引っ張りながらですね、引っ張りながら、はい、これを こちら側ね、反対側にこうやって、はい、こちらもですね、こういうふうにか、はい、なら、ですね、これも、これぐらいできますですね、まあ、引き止めはね、あんまり電線他のものと一緒にですね、止めない方がいいと思いますね。あまりやりますとね、ビスがポロッと抜けることがあるんですよね。ちょっとノップビスが短いもんですからね。この線もね、端の方は一緒に、巻きつけますね。はい、こうですね。引っ張りながら、ね、これはですね、実はちょっと長いですね、実は炭酸のね、内容を理解していただくために、作ってます。はい、中間にですね、ノップ入れます。ちょっとね、入れましょうかね。はい、いわゆるピンと刺すためにですね、まあ、この真ん中にね、ノップ入れるわけです。こうね、はい、
ますね。はい、それから一つですね、あまり引っ張りますとね、これがポトンと抜けるんですね短いですからね、もうちょっと、ね、ノブビスね、長い方がいいんですけどね、短いものですから、抜ける可能性あります。はい、それで一応通信ですね。いきます。こういって、これぐらいですね。よいしょ。はい、ここで止めてきてですね。取れるかな、これで。できますな。どうにかいけますね。この辺がいきましょうか。こうですね。はい。で、こっちは、ね、この先にですね、はい、それで、はい、こういきましょうか。はい、はい、それでこうですね、こういきましたら、ここまで、この辺までですね、こういきます。で、こうですね、こういうね、はい、それからこれですね、この指を通します。はい、これもこういきましょうか。これでいきますな。はい、はい、こういきましてね、それからですね、ブレーカーですね、二重のブレーカーをこっち側にこうかまします。ね、
はい、それからもう一つですね、これもいきましょうか。こうですね、はい、それからこれですね、まあこれは、あれですね、こういきましてですね、はい、それからですね、これはこう、あ、ちょっと短いですね、これでいきますな、こういってそれからもう一つですね、どこ行った、あ、これですね、これはこれはこっち行きましたんでね、今度 これはですね、 こっち行きます、こうね、ちょっとこれ短いですね、これではもうちょっと行きましょうか、これじゃあ、ちょっとそうするとまあ行けますな、はい、で、今度はですね、こう行ってですね、これですね、こちら側からこう行って、で、こうなって、こうなりますね、こういうふうに、はい、それではですね、順番にですね、ね、こうやっていきましょうか、ね、これ、もっとここらでもいいんですよ。別にね、くくらなくてもいいんですけどね、まあこういう手もありますよというのでね、はい、ちょっと真ん中持ってきました、真ん中ですね、はい、それからこうたすき掛けに行きます、これね、ちょっと電線たくさん、かましてますんでね、たすき掛けに行ってそれで、こう締め上げます、ここね、はい、こうですね、ちょっと足らんかな、これちょっと待ってください、これちょっともうちょっと譲りますわ、これね、こちらが譲ります、はい、はい、こういきましたね、からこうですね、はい、たすき掛けにかけます、たすき掛けにかけますね、すぎ書きにかけまして、はい、それでこうですね、でここをですね、はい、しっかり止めますここね、そうですね、まあ、5回ぐらい、ね、締めてもらったらいいと思います、こうですね、はい、それからこちらもですね、5回ぐらいですね、しっかりこう締めてもらいましたね、はい、それでここで、締め付けます、ですね、
8回ですね。はい、S リブでね、つないでいます。これはまあ、16ですんでね、細いですけど、はい、こうなりますんでね、はい、そうですね、この辺から、よいしょかね。まあ、スリッパなんかもあるんですけどね、しかし、まあ、あえてちょっと今回はクラシックにやってみます。はい、ですね、ここからですね、この辺からですね、はい、ここですね、ちょっと伸ばしましょうかね。はい、これちょっとね S になってますんでね、はい、これですね、こっちこう入れますね、こういきましてね、でこのままでここプチッと切ってもいいんですけどね、まあちょっとですね残しておきましてですね、あとちょっと曲げるとね、こういうようなことを、やってましたですね。はい、それではやってみますかね。はい、はい、潰していきますかね。潰していきますね。持ちましてですね。外れるかもわかりません。もうちょっとしっかり潰しましょうか、ね、はい、ここ持ちましてですね、はい、それからこれはまあ左でも右でもどっちもいいですよ、回すのはね、どうしても構いませんけど、まあ、動かす方をプライヤーでやられた方がいいと思いますね。ちょっとこれ短いんでね、この景観がね、普通は、何もなんでも一尺ぐらいはあるんですけどね、ちょっと回しにくいですなよいしょ、ですね、こちら側にこう曲げておきます、まあ抜けることは絶対ないですけどね。さあ、それからですね、もう一つこういう手もあるんですね。まあこちら側はですね、あれですか、200ボルトの場合ですね、これとこれあるわけですね。そうすると、ID ないかな、はい、これをまあ200ボルトの入力の方法としますね。はい、新鮮出まし出てしまいました。こっちちょっとこっち行きましょうか。ね、ちょっと
硬いんだよね。よく噛んすな。はい。そうですね、これ、ちょっとこれノップ一つ打ちましょうかね。ノップをですね打って、それで、ケーブルをですねちょっと固定します。このね、はい、ここで、引き止めのような形でですね、こうですね、ですね、はい、引き止めのような形で固定しましてですね、あまり締めますとね、具合悪いんですけど、ちょっとこれにですね、固定しましてですね、まあこれはこちら側ね、こう入れるようにします、でですね、こうですね、引き止めしたですね、この枝ですね、残っている方の枝の方に、取り付けるということもできます。こうですね。はい。
ちまして、こうですね、どうしても右手が得手なもんですからね、右手ばっかり回すようになりますけど、これあの今でもあると思うんですけどね、あのこの、ねじる道具あるんですけどね、これはい、はい、こういうふうになりますね、はい、それで、こうですね、こちらがこうですね、こうなります。で、無論あのこちら側もですね、こういうふうに接続するわけですね。こういきましょうかね、はい、それで、こういきます、こうですね、はい、で、こうですね、こうなりますね、はい、それで、まあ、これをですね曲げておきます、こちらね、こういう、はい、はい、こうですね、はい、で、これをですね、このブレーク、これをですねここにこう入れるわけですね、あ、ちょっとこう足りないですねこれもやり直しですな、はい、こちらに持っていきましょうかね、はい、
っと穴っぽい工事になりましたけどね、まあ、こういうふうな状態なんですね。こういうふうな状態です。はい。で、まあこれですね、まだまだここに接続できるわけですね。今虹側をですね、つけた分だけ今このスリーブで、接続しました。で、これ電源が来てですね、こちら側全部こう入ってますんでね、したがってですね、このブレーカーは接続のこっち側ですね、つなげます。それから、このブレーカーですね、まあ、これ今ブレーカーついてます。このブレーカーはだからこの接続部がこちらにつけるわけですね。で、まだですね、あれですね、ブレーカーつける場合、ここですね、ここでもつけてもいいわけです。ここでもね、はい、まだまだこっち側につきますけどね、白をつきます。はい。それからあれですね、200ボルトですから、非接地外光をつないでおりますね。まあ、これでですね、大体8回路ぐらいはまだでき全部でね、8回路、これ今、2つしかありませんが、もう6回路ぐらいは、できると思いますね。だからもしこれを長くしておけばですね、これにずっとこうつないでいってもいいわけですね、スリーブでね。はい、こういうことを、まあ、やるわけですね。それで、まあ、ちょっと、1、2箇所ね、テープ巻いてみます、これね。こうね、こうありますんで、これ、非接地なんで。白巻いちゃいかんですね、黒巻きこういきますね。はい。それで、半回転ですね、半回転以上こうですね、こう重ねながらこう巻きます。こうね、こうですね。はい。こういうふうに巻きます。はい。それで、またですね、もう一回ですね、変えていきます。半周以上、重ねながらですね、こういうふうに巻いていきます。ね。はい、できましたらですね、これをこう、まあ、鋭利なものでね、引きちぎらないということですね。はい、こういうことをやってください。まあ、今ここでですね、ややこしいことをこう一緒に、止めてますけど、止めなくても結構です。はい、これですね、まあ、からこういうふうなサドルを使わずにですね、こういうふうに固定すればですね、ケーブルが、ここのですね、ケーブルヘッドが造影台に近づくことありませんのでね、まあ、こういう手もありますよということですね。ちょっとまあ古い言いますかね50年前にやった配線をまたねやりましたね。まあ、こういうものをですね、今やられる方はないと思いますけど、いわゆる単三ですね、単三のその100ボルト200ボルトですね、を、まあ、取り出す方法をですね、こういうふうにして、まあ、やっていただくということをですね、理解していただくために、あえてですね、まあ、分かりやすい、黒白赤ですね、非接地接地ですね、まあ、こういうのは昔はね、昔はこういうことをやってたということです。はい、多分これでですね、多分炭酸のね、電圧の取り方というのが理解していただいたんじゃないかなと思います。あ、それからここですけどね、これはこのままですね、テープ巻いていただいて結構ここもですね、もうこのままテープこっとこう巻いてもらうと、それで結構こう一緒にね。ちょっとやってみましょうかね。これですね。こうですね。こっからですね。こっからですね。こうにして、はい。こっからこういうふうにですね、巻いていただくと。こういうことですね。ちょっと、狭いんでね。ちょっと、巻くの大変なんですけど。こうですね。はい、こうですね。
して、あらら、こうですか、こうですな、はい、ですね、はい、これいっぺん切ってもらったら結構ですよ。はい、でまたあのこっち側からね、こういうふうに、こうですね、巻きつけてもらうとですね。こういうふうにですね、やっていただくということですね。ちょっとこんな狭いところでねやることはめったにないんですけどね。はい、まあちょっと、ね、はい、それからあのこれですね、これはまああのここへこう巻いといてもろて、で、こうですね、またテープで押さえておいてもらってもまた次ですね、やっていただき、あのもし同棲する場合ですね、ここ外してもらって結構ですから、はい、こういうふうにね、あのテープで巻いておいていただいたら結構です。これね、はい、まあ、あのこれであの多分、炭酸ですね、の電圧の取り方ですね、ご理解いただいたんじゃないかなと思います。どうも長い間ありがとうございます。